皆さんこんにちは、青野と言います。 SFC で准教授をしています。今日はですね、私たちが作り出そうとしている次の社会、そして次の次の社会を担う新しいテクノロジーのお話をさせてもらいたいと思います。私はですね、もともと粘菌というアメーバ状の単細胞生物の研究をしてきました。ただ、生物学をやってきたんじゃなくて、このアメーバが環境の情報をどうやって処理するか、そういうバイオコンピューティングの研究をしてきたんです。で、その研究の成果を、社会に還元したくて、実は今年の1月に会社を起業しました。で、会社の名前はアメーバエナジーと言います。アメーバに学んだテクノロジーを通してエネルギッシュな活動を展開していきたい、そういう意味を込めています。で、こちらはオフィスなんですけれども、 SFC の近くにあるイノベーションビレッジというところに構えました。で、メンバーは、SFC の修士の卒業生野崎、それから SFC 高等部から理工学部を卒業したクジライ、それから私の、SFC の同級生数名が協力してくれる形で、SFC のパワーを結集しています。で、このアメーバエナジーは何を目指しているのか、私たちが目指しているミッションというものを表す言葉がモービライズエブリティングです。つまり、すべてのものを動かせるようにしたい、そういう新しい世界を作っていきたいというメッセージなんです。で、今の時代ですね、情報はインターネットを通して自在に動きます。でも、物はどうでしょうか。ネットで好きな商品を選んでワンクリックで買える時代で、商品が皆さんのお手元に届きますけれども、最後に荷物を持って運んでいるのは人間なんです。で、そういう人間の労働力が今不足している。で、その労働力を補えるような荷物を運べるロボットを作ろうとしているんです。で、全てのものが、思いのままに動かせるようになってくる社会で、そうするとですね、そういう荷物を運べるロボットが社会の隅々にまで行き渡るようになると、人が動きに合わせて、物が動いてくれるわけです。で、そうすると人類の時間と空間の使い方に関する考え方が大きく変わっていくと考えています。で、とは言ってもですね、人々を取り巻く環境っていうのはものすごく、多様性に富んでいます。ですから、そういうところで活動するロボットっていうのは非常に高い環境適応能力を要求されるわけです。で、ただ今のテクノロジーで、どんな環境にでも適応できるっていうことは非常に難しい。そこで私たちは第一のターゲットとして家庭内にフォーカスします。家庭内で荷物を持ってどんなところでも移動できる。で、階段を上ったり下りたりすることもできる。で、家庭内のロボットというと、皆さんルンバ、お掃除ロボットルンバを想像されるんじゃないでしょうか。私もお世話になってます。ただルンバって段差をちょっと上れないんですよね。で、階段を降りることもできないし、上ることもできないというわけで、ルンバというのはやっぱり活動される範囲が限定されるんですね。で、一方、ボストンダイナミクス社という会社がですね、すごいテクノロジーのロボットで荷物を運ぼうとしています。こちら、こんな感じで荷物を運ぶんですけれども、どれだけテクノロジーがですね、進んでもですね、ロボットが失敗を完全に防ぐことってできないんですね。で、このロボットって体重が150キロなんですよ。で、こんな重たくて硬いボディのロボットが家の中で転がり落ちてきたら危なくてしょうがない。だからやっぱりこういうロボットってどうしても活動される空間、環境が限定されちゃうんですね。で、今、ルンバとこのロボット見てきましたけども、なんか皆さん欠けてるものがあるなって感じませんか。何が足りないんでしょう。私たちはですね、こういうロボットって今体が硬いなと思うんですね。ガチガチに硬い。で、その体の硬さがですね、問題をこうことさらに難しくしているように感じるわけです。私たちはむしろ、柔らかいボディを持ったロボットに注目しています。で、こういう柔らかさをロボットに導入することによって、今まで難しかった問題、例えば階段を上るっていう問題がいとも簡単に解決できるということを発見しました。こちらは硬いボディです。従来のキャタピラのロボットなんですけども、このキャタピラの刃が階段に噛み合わなくなることがある。そうすると滑り落ちちゃうんですね。ですから、こういう硬いボディのロボットっていうのが登れる環境っていうのは限定的になっちゃうわけです。ところが柔らかさを導入します。これは、スポンジなんですけども、このキャタピラにスポンジを取り付けるだけでですね、こういう感じでいとも簡単にスポンジが環境の形に応じて変わることによって適用できて、階段を登れることができちゃうんです。というわけで、今日はですね、この我々のロボットのプロトタイプのデモンストレーションをさせてもらいます。で、実機を持ってきました。実際にちょっと階段を登ってもらいましょうということで、ちょっと階段のセットアップお願いします。結構えぐい階段です。多分ご家庭の中で、ある階段のよりも平均的な階段よりもちょっとえぐめの
設定になってるんですね。はい、準備ができました。じゃあ、ロボットの実機に登場してもらいましょう。我々のプロトタイプ AE0.12 です。どうぞ。さあ、登ってきました。登ってこれるかな。はい、拍手。あ、安心しました。で、これちょっと今なんかワインを持ってきてくれてるみたいなんで、ワインを飲みたいなと思うんですけど、ちょっと、日よって、チェイサーにさせてもらいます。はい、喉が潤ったところでですね、今このロボットなんですけども、今あのこのスポンジの高さとか厚さとかいろいろ調節してまして、現状ではこれが一番投破力が高いんですね。で、今これご覧ください。螺旋の階段でも登れちゃうんですね。この階段皆さん見覚えありますか？あの、SFC のサブウェイの隣にある螺旋階段なんですけども、かなり急ですけれども、まあ家庭の中にある階段で、これが登れると多分ほぼいろんな階段登れちゃうと思います。踊り場も登れる。で、下り坂はですね、こうやって衝撃をスポンジが吸収しますんで、壊れずに、速やかに登ってこれるんです。あの、降りてこれるんですね。で、こちらのロボット、実は SFC の田中広也犬のラファエル・チェン君がデザインを仕上げてくれました。はい、そういう形で SFC とのコラボレーションも実現しています。で、じゃあ退場してもらいましょう。はい、ありがとうございました。安心しました。というわけで、ちょっと一息ついたところで、私がこれまでやってきたアメーバの情報処理の研究とこのソフトロボットの関係をご説明させてください。普通人間とか動物の情報処理って頭がやりますよね。で、運動する体と分かれてます。でもアメーバって単細胞なので、情報の処理を体の変形という運動で実現するんです。で、それは、従来のデジタルコンピューターとは違う柔らかい情報処理の仕方を私たちに教えてくれるんですね。で、私たちは、アメーバを組み込んだバイオコンピューターを作りました。で、このコンピューターはアメーバの変形で計算して、その計算結果はアメーバの形から表現されます。で、アメーバは基本的にこの足をですね、伸ばしたいんですね。広がりたい。でも光が嫌いなので、光を当てられると足を縮める。で、私たちはこのアメーバの変形に応じて光の当て方を変えるっていうふうなシステムを導入しました。そうするとアメーバは嫌いな光を浴びるリスクをなるべく小さくできるような形に変形する。で、その形が、ある組み合わせ最適化問題の答えを表現しているんです。で、このコンピューターが今解いたのは実は巡回セールスマン問題という問題です。で、これは、実社会のいろんなネットワークに出てくる最適化の文脈で組み合わせ爆発という問題と関連しています。この問題はですね、セールスマンが、8都市、例えばこの場合決められた8都市を回って、交通費を最小化できるような最短ルートを選んでいきなさいという問題です。で、8都市ある場合は可能なルートの組み合わせというのは2520通りあります。これが10都市になると10万通り以上、15都市になると40億通り以上、30都市以上になると、スーパーコンピューターを使っても解けない、そういう難しい問題なんですね。で、この組み合わせ爆発は都市数が増大するにつれて急激にルートの数が爆発するんです。で、そのルート全部をしらみつぶしに調べるって言って最短ルートを求めるっていうのは頭の固いやり方でも、アメーバは、都市数に比例する線形時間のオーダーで、答えを見つけられるんです。で、しかもその見つかる答えの質というものも、まあ、かなり短いルートを選べるというわけで、組み合わせ爆発が起こる前の短い時間で、答えを見つけられるという、そういう柔らかい頭なんですね。で、我々はこれをロボットになんとか組み込みたいんです。ただ、生き物をそのまま組み込むわけにもいかないので、それを人工的な計算チップにして組み込もうとしています。で、北海道大学のグループと共同でアナログの電子回路を作っています。で、こういうアメーバーみたいな回路を作って、そこの電流が流れる流れないで足が伸びる縮むっていうのを表現します。そうすると従来のデジタルコンピューターとは違って、アナログの電流が並列的に流れ方を変えることによって答えを探すわけです。で、これが実現するとですね、組み合わせ爆発が起こるような難しい問題の答えを高速に、かつ小型で低消費電力、しかもロボットに組み込みやすいような形でチップ化できるわけです。
で、私たちはですね、こういう柔らかい頭の計算チップを使ってですね、柔らかい体のソフトロボットを制御したいと思ってます。で、それによって従来ではできなかったような未知の環境に適応するような能力っていうのが大幅に向上するっていうふうに期待しています。で、例えばですね、先ほどご覧いただいた、螺旋階段ですけど、きれいに登れてましたけど、実はですね、結構試行錯誤が必要なんですね。こうスタックしちゃった時に、こう人間のコントローラーが今現状ですと、こういろいろ試行錯誤して登れるパターンを見つけてるんです。で、こういう試行錯誤をあのチップで自動化したいんです。で、これがうまくいくとですね、まあ、こういうチップが組み込まれることによって未知の環境であってもこのロボット自身が自律的に乗り越え方を発見できる、そういう想像力を獲得すると期待しています。で、そうすると家庭内っていう非常にバラエティが豊かな環境であっても適応できる、そういう能力を実現できるというふうに期待しています。で、最後になりますけれども、私たちが考える次の社会のビジョンについてお話しさせてください。今の社会、膨大なデータを AI とか IT の発達によって処理できるようになっています。次の社会はきっとそういったデータを処理する知的処理が自動化されていくでしょう。でもですね、現状ですね、物を物理的に動かすような、そういう物理的な作業を人間に代わって置き換えるテクノロジーっていうのはまだまだ十分に発達してないんですね。で、データが動くだけで物が動かなければ世界のダイナミズムっていうものは次のステージに移行していけない。で、そこで我々はですね、次の社会、そこはですね、こういうふうに全てのものが動き出す世界だと考えています。人がの動きに合わせて物が動いてくれると、そうすると人類の時間と空間の使い方に対する考え方っていうのが大きく変革するでしょう。モービライズエブリティング、この言葉にですね、私たちは、人間がテクノロジーをも動かしていくんだっていうメッセージを込めています。テクノロジーによって人間が動かされるんじゃなくて、テクノロジーを動かしていくのはあくまで人間なんだ、そういうメッセージです。もし賛同してくれる方がいましたらぜひ力を貸してください。もうちょっと具体的に言うと、青野県に来たいと思ってる人、それからアメーバエナジーの社員になりたいと思ってる人、ぜひ声をかけてください。